阪急阪神東方グループは、阪急阪神ホールディングス株式会社、h 2オリテリング株式会社、東方株式会社の3社を中核とする日本の企業グループである。いわゆる、阪急阪神の経営統合が行われた2006年10月1日に発足。発足当時は、阪急阪神ホールディングスグループ、阪急百貨店グループと、 東方グループの三本柱から構成され、このうち、阪急阪神ホールディングスグループについては、旧、阪急東方グループの一翼、阪急電鉄グループに阪神グループを加えたもの、阪急百貨店グループと東方グループについては、阪急東方グループ時代のものをほぼそのまま引き継いだものとなった。いわゆる、阪急阪神の経営統合では、阪神電気鉄道が、 阪急ホールディングスの参加に入る形での経営統合であり、加えて当時、阪急阪神 HD と阪急百貨店とは、資本的なつながりが薄かったため、阪神電気鉄道の完全子会社であった阪神百貨店は、業態よりも資本関係が重視され、この時点では阪急百貨店グループではなく、阪急阪神ホールディングスグループに分類された。その後、 2007年10月1日の阪急百貨店と阪神百貨店の経営統合の結果、阪急百貨店グループの中核企業は H2O リテイリングになり、グループ名、阪急百貨店グループも H2O リテイリンググループに解消され、阪神百貨店は阪急百貨店と共にこのグループに分類されるようになった。ただし、この阪急百、阪神百経営統合の結果、 H2O リテーリンググループ中核企業の H2O リテーリング自体が株式の2割以上を阪急阪神 HD に保有される関係になっている。中核企業である阪急阪神 HD、H2O リテー、東方の3社はいずれも旧三和銀行をメインバンクとしていた関係で三和グループの企業から構成される緑会に属する。 阪急阪神 HD は分社構えの阪急電鉄時代から三和グループの社長会であるサミズ会に所属していたことから、旧阪急東方グループは三菱 UFJ グループ内の企業集団とみなされることが多かった。一方の阪神電気鉄道は歴史的経緯から旧住友銀行や旧住友信託銀行をメインバンクとし、住友グループ色が強い企業であった。 また、小林十三が三井銀行の行員だった関係から三井グループとも関係が深い。阪急阪神東方グループの中核企業三社間の資本関係は次の通りである。なお、宝塚歌劇団は阪急電鉄の内部組織の一つであるため別会社ではない。阪急阪神ホールディングスグループは阪急電鉄、阪神電気鉄道、阪急交通車、 阪急阪神エクスプレス、阪急阪神ホテルズ、阪急阪神武道産の6社を中核とする企業グループ。都市交通、不動産、エンターテインメントコミュニケーション、流通、旅行、国際輸送、ホテルを主たる事業として幅広く展開している。その企業グループは、純粋持ち株会社である阪急阪神ホールディングスを中核に、子会社152社及び、 関連会社19社で構成されている。その営んでいる主要な事業内容、及び事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りである。鉄道事業駅関連施設管理運営業鉄道、保守整備業、バス事業タクシー業自動車整備業、レンタカー事業車両製造業その他その他、阪急阪神不動産 阪急電鉄不動産管理業阪神電気鉄道不動産賃貸業阪急電鉄過激事業劇場の運営広告代理店業その他阪神電機鉄道スポーツ事業レジャー事業広告代理店業情報サービス業コミュニケーション業その他阪急電鉄小売業飲食業その他ホテル阪急インターナショナルホテル阪神関西テレビ放送建設業 造園業グループ金融業人事、経理大工業映画の工業民間放送業新規、事業、インキュベーション H2O リテイリンググループは、純粋持ち株会社である H2O リテイリング株式会社を中核に、その子会社53社及び関連会社4社で構成されている。その営んでいる主要な事業内容は、次の通りである。スーパーマーケット業食料品製造業。 泉谷事業ホテル業商業不動産賃貸管理業関連会社持ち株会社ともの開業総工業個別宅配業飲食店業人材派遣業コンビニエンスストア及び駅売店事業その他関連会社東方グループは東方株式会社を中核にその子会社62社及び関連会社15社で構成されているその営んでいる主要な事業内容及び 事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りである。映画の制作、配給連結子会社非連結子会社映画の、工業連結子会社、持ち分法適用関連会社、持ち分法非適用関連会社映像の制作、販売連結子会社非連結子会社、持ち分法非適用関連会社演劇の制作、工業、入場券の販売、 大道具の製作連結司会社、持ち分法非適用関連会社不動産の賃貸等、連結司会社非連結司会社、持ち分法適用関連会社道路の維持管理、清掃、補修連結司会社非連結司会社、持ち分法適用関連会社不動産の補修、管理連結司会社非連結司会社、持ち分法非適用関連会社娯楽施設の、経営連結司会社、 持ち分法非適用関連会社物販、飲食店の経営非連結子会社非連結子会社、会計業務コンサルティング業非連結子会社、印刷業、持ち分法適用関連会社鉄道事業、京セラドーム、大阪立川駅と、グランディオ以下に、かつてのグループ会社、過去に資本関係があった企業、及び事業を列挙する。ありがとうございます。